皆さんこんにちは、かおりです。大家好、我是かおりの老公、ダンです。今日はですね、マレーシア人男性と日本人男性の違いっていうことで、こうやってね、夫婦で話をしていこうかなと思っています。あくまでもね、私の個人的な感想とか個人的なこう捉え方みたいなのがすごく含まれている動画なので、全ての、ね、男性がそうだっていうふうに断言するわけではないので、ご了承ください。はい。でですね、マレーシア人男性について私がもうズバリ思うことは、本当にね、優しい。そう、優しいんですよ。そんなことはある。あるよ、あるよ。ね、優しいっていうとすごく漠然としているんですが、思いやりがあって、そういう気遣いとかをちゃんと言葉とか行動で表してくれるっていうのが、マレーシア人男性に見られるこう特徴っていうか、日本人男性との違いかなっていうふうに私は感じています。マレーシア人の男性ね、多分小さいから、その記憶があるので、就是说在马来西亚的男人从小都会被教育，就是说我们要保护女生，就是要就是有什么事情可以的话，就是让女生，就是要就是任何东西，就是好像有种 lady first 的这种绅士的表现，就好像有种骑士精神这样子的东西。だからね、彼女だけにそう優しいとかじゃなくて、もう女性に対してね、もう扱い方がこう思いやりがあって、こう優しく接して守るみたいな、そういう感じなんだよね。そうそうそう。私のお父さんもずっとね、そんなに言ったね、例えば結婚の後でね、その言葉は毎回で夜言って、なんかHappy wife, happy life。 まあその家の奥さんが幸せだったら、もう家族、家庭全体が幸せだよってことだよね。そう。だから自分の奥さんのね、大切でちゃんとで愛してるとか、何とか、もし喧嘩もちゃんとで自分の言葉で説明が後で、でちゃんと奥さんの ことで聞いて、try to make 奥さん嬉しい。でも奥さんはなんかそのうちの中心、中心みたい。でもしそのうちの奥さんが嬉しくないで、私もいいの、いいの道、好也没有什么好日子可以过。でそういうことです。そうだよね。そうだよね。そうだよね。わかんない。そういえば、ほら、私の友達で、マレーシア人の友達で、日本人男性と結婚した友達がいるんですが、その友達が妊娠している時に、その日本人男性、旦那さん、一人だけね、日本に一時帰国するっていう時があったみたいで、でね、その友達がその旦那さんに対して、こう日本でね、赤ちゃん用品いろいろこう買ってきてほしいっていうふうに頼んだことがあったみたいなんですが、なんかね、そしたらその旦那さんが、いや、日本でね、一人でそういう赤ちゃん用品店に行くのはなんかすごい恥ずかしい、周りの目がすごい気になって、なんか周りから変な風に思われたくないから嫌だっていうふうにね、言ったみたいなんですよ。ね、やっぱまあ日本人男性は、まあ、そういう方もしかしたらすごい多いかもしれないんですが、マレーシアではそういう男性いないよね。いや、多分あるけど、でも少ない、少ない。マレーシアの男はそのものを気にしない。で、だってそれただ日常の一部のことだけ。男の子はね、その女の用品買うとか何とか買うとかで、なんか優しいの表現があるんだって。だから今時代の男はね、なんかそのことやるで愛してるの表現があるんだって。なるほどね。私もよくあれだよね、いろいろこう生理用品とか、はい、実はすごく普通だね。ただじゃあ、もしそのものを
恥ずかしいなので、うん、で普通のスーパーマーケットの日常用品の場所で入ってないじゃない。うん、そうだよね。しかも夫婦だしね。はいはいはい、はい、うん、そうそう、そういうなんかこう違いっていうか、そういう場面でもあちょっと違うのかな、マレーシアの男性と日本の男性ってこう少し違うのかなっていうね。いや私も信じる。今のに若いの日本人も、うん、若いの日本の男も多分そのこともやるじゃない、多分少しけどでもあるだね。まあゼロではないだろうね。男は小さい頃でなんかそのナイトの女の守るのなんとかその記憶があるじゃない、うん、じゃあ代わりに、ね、悪いのことなんで、うん、全部の女じゃないで多分一部の女で、うん、なんかあ当たり前で男は have to be like that、うん、でなんか have to be like you いや男 you have to be 女で守る、うん、でなんかすごく夢病みたいな、その悪いこともあるし、なるほどね。男はこうして当たり前って思ってしまうマレーシア人の女の子もいるってこと、ね、はいはいはい。でも多いじゃなくてでもあるよね、うん、なるほどね、はいはい、まあまあ分かる気もするかな、まあ、その反対の悪いことがなるほどね、はい、うん、例えばさ、私マレーシアで妊婦検診とかね、あと子供が生まれた後の検診とか、もう必ずね旦那さんも一緒に来るんですよ。あ、そうね、すごい多いよね、はいはい、日本だったらね、まあ、妊婦検診とか子供の検診ってお母さんが連れて行くとか妊婦さんが一人で行くとかね、そういうことがほとんどだと思うんですが、マレーシアね、もう夫婦でね、はいはい、行くよね、はいはい、あ多分毎回じゃなくて、うん、でもほとんど、ね、で一緒にで行く、だってこれなんかね、二人のことだね、二人ことみたいで、二人のことね、全部のお母さんのことだけじゃなくて、うん、これはこれも私の子供だからね、うん、と奥さんで一緒に行くで、まあ、奥さんも安心があるで、うんうん、で妊娠の時で子供もいいと思う、うん、するね。じゃあ出産した後の育児のこう関わり方、ちなみにね、主人はすごいもう何でもやってくれます、本当にね。子供のお世話もそうだけど朝ごはんとかもね作ってくれるしね。そう、育児に関してはすごい積極的、何でもやってくれます。で、どうだろう、マレーシアの男性は全部じゃなくて、あ、全部じゃなくてね、全部じゃなくて多分、信じたいの男はね、うん、ほとんどそんなにない。ああ、まあ、日本でももちろんね、育児に積極的な男性がいるのも事実だし、なんだろう、全員が、日本人男性全員が育児に参加しないとかって言ってるわけじゃないので、ね。はいはい、私も信じる。今の日本の若いの男の、なんかそのこともやるの、うん、ああいう表現があるので、ね、ああ、うんうんうん、だからそれいいことだね、うん、そうだね。食べる？バイバイ。ということでですね、今日は日本人の男性とマレーシア人男性の違いっていうことでちょっと夫婦で話をしました。当たり前、これ全部の、うん、全部のマレーシア人とか全部の日本人とか全部の他の国の男とかね、うん、で全部のそんなことじゃないのね、うん、そうだね。ただじゃあ、はい、私たちの経験だけでシェアした、うん、はい、そうですね。私たちのこう経験とか、私たちがこう今まで見てきたこう中の文化の違い、はい、その中で感じたこう文化の違いを皆さんとシェアしました。でですね、マレーシアに関することとか私たち家族についていろいろね、はい、その他 SNS で発信をしています。よろしければそちらの方もぜひフォローよろしくお願いします。今日もご視聴いただきありがとうございました。先生、你们今天的观看
ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。